さんはワシントン DC が桜の名所であることはよくご存知だと思います。これは1912年、日米友好を願い、当時の東京市長が米国に桜の木を送ったことに始まります。本日の日米友好の木ハラミズキイニシアチブは、この出来事から100年を記念して、米国から日本のゆかりのある都市へハラミズキの苗が送られているもので、宇佐市が選ばれたことを大変光栄に存じております。今からちょうど70年前の今日、この時間、この地はグラマンによる機銃攻撃を受けておりました。なぜならここには宇佐海軍航空隊があったからであります。昭和14年に艦上爆撃機、艦上攻撃機の練習航空隊として解体、真珠湾攻撃の際最初に爆弾を投下したのがここ宇佐海軍航空隊出身の高橋角一少佐であります。しかしながら戦争末期には特攻隊の駐軽基地となり、154人の若者がここから出撃をして帰らぬ人となりました。また度重なる米軍の空襲により、非戦闘員を含め500名以上の方が犠牲となりました。日米ともに戦争により尊い命が犠牲になったのであります。戦争とは敗者にとっても勝者にとっても辛く悲しい出来事であります。以上のような歴史的なご縁から、本日はキャロライン・ケネディ駐日米国大使をはじめ、ハワイから重枝豊雄秀在ホノルル日本総領事、さらに太平洋航空博物館パールハーバーよりロナルド・ゼイ・ヘイズ最高顧問、ケネス・ゼイ・ゼホフジュニア館長様よりお祝いのメッセージをいただいております。戦争というつらい歴史的事実を乗り越えて、戦後70年を迎えるこの年に、歴史的和解の証としてハラミズキの植樹ができることは大変意義深いことであり、感慨無量であります。このハラミズキの木が今後の平和と日米友好の象徴として末永く愛されることを切に願っております。ハラミズキは皆さんいつも歌ってるんですか？初めて、うん、初めての子もいます。歌詞がいいでしょ、ね、100年一緒にいたいってね、まさしく今日のね、100年経って、100年前に日本が桜の木を送って、あそこワシントン DC のところが桜の名所になっていて、でその100年後に今度はアメリカの方から桜に変わるものとしてハラミズキを30本送ってきて、その一部が宇佐に今日来た。ここで特攻に出た人もいらっしゃるけども、今日のこの姿をおそらく見て、ああよかったなって、これでなんかこう水に流して和解にして、こう有効になればなっていうふうに今日思ってると思いますね。